2024年、3月11日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。これはですね、2023年9月の広島瀬戸内新聞でございます。平川県教育長の逃げ切りを許さないということでありますけどもね、これは行政裁判の方のね、なんか、行政裁判とかな、まあ、住民裁判ですね、住民訴訟ですね。まあ、いわゆる行政裁判。行政を相手取ってね、起こしている裁判。これはね、平川県、続きましてね、刑事裁判もね、でも、刑事責任の追及の方もね、一歩進んだということをね、ご報告したいと思います。まあ、刑事責任の追及へ向けての一歩は進んだということをね、申し上げたいと思います。市民団体ですね、平川教育長のですね、官製談合疑惑を正す市民の会と、いうのがありまして、そこはですね、まあ、県教育委員会、まあ、平川教育長がね、NPO、法人、ファンギアとの契約がね、官製談合防止法が違反に当たるとしてね、告発状を出していました。それについてね、すでに外部の調査ではね、また、官製談合の疑いがあるということでね、地方自治法違反、官製談合防止法違反であるということはもうね、認定をされています。ただ一方でね、その外部調査のね、ためのね、弁護士はまたべらぼうに高くてですね、で、それをめぐって、また、だから官製談合による費用と、そしてですね、この、で、平川教育長が無駄遣いしたお金と、そしてね、また外部調査で、無駄遣いしたお金。これ両方ね、平川教育長にね、請求する、県に返しなさいというね、行政裁判ね。まあ、住民訴訟をね、ですね、提起をね、していると、住民が提起しているということが、これ記事に出てますけどね。ついにね、刑事責任の、ね、追及の方もね、今回一歩進んだということであります。まあね、特別、公務員特別職ね、懲戒処分という概念がありませんので、ございませんので、ですので、平川教育長ね、もうすぐね、全教育長になられますけれどもね、退職金をね、丸々受け取れてしまいます。しかしね、逃げ切りは許さない。行政裁判、そしてね、刑事責任、追及両方をね、進めていくと、いうことがね、今から大事になってまいります。どうかね、今後にね、よろしくご注目をいただければと思う次第でございます。やっぱりね、退職、あれだけのことをしといてね、で退職金はね、丸々受け取ってね、で、逃げ切りというのはね、それは許されませんしね。それからね、こういう人をね、任命したね、湯崎秀彦ね、広島県知事、彼の責任も極めて、重大であると、本当に言わざるを得ないところであります。今ね、もうすでに、行政裁判というかな、まあ、住民が起こしてね、裁判、ね、そしてね、住民訴訟とね、そしてね、刑事責任ね、追及ね、両方ね、についてね、責任が進むということでね、ぜひね、今後にね、ご注目をいただければと思います。まあ本当ね、広島県の教育をね、むちゃくちゃにね、してくれました。ね、確かに広島県古臭いところいっぱいあるけれどもね、じゃあこういうね、やり方でね、変えられるかってこれは違いますよね。まあそもそも教育行政っていうのはね、しっかりね、やっぱり現場がね、やりやすいようにね、環境を整えていくと。こういうことがね、大事なわけですからね。そこをね、やっぱり逸脱してね、むちゃくちゃね、やってしまった平川教育長。相応のね、責任を刑事にも取っていただくと、いうことがね、やっぱり今後にとってのね、広島県をね、良くしていく意味ではね、大事じゃないかと、思い次第でございます。それではね、今後にご注目ください。そしてね、やはりね、湯崎知事、あるいは平川教育長ね、こういったね、偉い人たちのね、やりたい放題から、広島を取り戻す。そしてね、それによって、広島の教育を守る。ね、こういった広島庶民革命。まあ、教育だけじゃありませんよ。ね、まあ、産業廃棄物の問題でも水や食べ物を守る。ね、医療を守る。ね、そういったね、ことをね、しっかりね、進めていく。広島庶民革命。ご一緒にね、進めてまいりましょう。まあ、YouTube へのご登録。それからね、毎週金曜日のズームミーティング。
そしてまたね、カンパ等もね、お待ちしております。どうか一緒にやっていきましょう。それでは皆さん、今晩も失礼いたしました。ありがとうございました。